トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。9月4日日曜日の朝です。おはようございます。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上の位置は BC と B のオスですね。この B のオス、このお兄さんお姉さんが連合会優勝してます。この鳥も秋頑張って優勝してほしいなと思います。今日の飛翔はどんな飛翔を見せてくれますか。黒旗を振って今日も飛翔の応援をしたいと思います。今日のシャガイモを自主的に飛び出すハトと急所から出ないハト、両方いますね。急所から出ないハトを追い出すのは結構何回も何回も手で追い払ってます。急所に愛着があるのか、なかなか外に出てくれません。これが習慣にならなければいいと思うんですけども、毎回毎回ハトを追い出すのも結構面倒くさいものです。今日の天気は曇り、風は北風1メートルから2メーターです。北風ですからそれほど暑さは感じません。気温は 23.1 度、湿度は 86%。 湿度は高いんですけども、気温が 23.1 度なのでそれほど蒸し暑さは感じません。飛び出した後は今日も上空に上がって元気に飛び始めてます。追い出して飛ぶんじゃなくて、本当に自主的にこのように飛び始めてくれれば最高なんですけども、なかなか思うように鳩は動いてくれません。6時15分頃になり、鳩の飛翔スピードも落ちましたし、急車の周りを飛び始めたので鳩を出して鳩に刺激を与えてます。鳩の効果は抜群。旗を出しましたら、厩舎の周りから一気に遠くの方へ飛んでいき、少し離れたところで飛び始めてます。今日の朝の社外も黒旗効果が抜群です。6時30分になりました。社外を開始してから30分ちょっとですね。黒旗を出していたのは10分間ぐらい。この旗を片付けた途端、鳩が低空になって厩舎の周りを旋回してます。旗を下ろすとすぐ戻っちゃうっていうのもこれ困ったもんですね。ここでもう一度旗を振って鳩の刺激を行いたいと思います。7時を少し過ぎたところです。2回目の黒旗振り、これによる効果というのも抜群ですね。2回目の旗振りではちょっと鳩驚いたみたいで、気合が入って飛び続けてます。私の厩舎はさほど猛禽が出ないので、猛禽の出る厩舎の飛翔スピード、鳥の体力、それに比べればうちは本当に弱だなとつくづく思ってます。今年はそういう猛禽の出る厩舎の鳩の体力にはとてもとても追いつかないと思いますけども、今まで行っていた鳩なり社外、これを少し変更して、鳩なりだけでなく調教師の意思も少しは反映させた形の体力作りにしたいなと思ってます。これも帰還率向上のためと思ってやってますので、この旗振りが帰還率向上につながってくれればいいなと思ってます。鳩はまだ飛び続けてますので、もう少し様子を見ていたいと思います。7時10分になり、鳩が降り始めました。今日の鳩の飛翔時間は70分ちょっと、72、3分ですかね。2回の旗振りでちょっと驚いてくれたみたいで、1時間以上の飛翔をしてくれました。このくらいの時間の飛翔してくれるといいですね。最低限40分、できれば1時間っていうところなんですけども、それを超える時間の飛翔をしてくれました。この時間の飛翔をしてくれますと、あとは継続ですね。何としてもこの時間の継続、これを願ってます。トヤがこれだけ来てる時に70分飛んでくれていれば、トヤが仕上がった時の飛びっぷり楽しみです。やはり降りてきた後はどうでしょう、
羽繕い忙しいですね。気温が低かったので口を開けてるということはないみたいですけども、それなりに疲労感はあるようです。しばらく屋根の上で遊ばせて呼び込みたいと思います。鳩の食べっぷりも少し良くなってきました。一時期あんまり餌を食べないでどうかなと思ってたんですけども、ここに来てまた1羽あたり 18g を与えてます。これを食べきりましてさらに欲しいという表情をしてますし、食べ方ももう当然のことのようにトウモロコシから食べ始めて小粒が残ってるというふうな状況になってます。食べる時のこの音ですね、床のコツ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 、この音も結構いい感じの響きを出してます。これならばちょっと調子が戻ってきたのかなっていう感じですね。黒旗振らないで飛んでくれれば一番いいんですけども、まあ、黒旗を振ってそれなりにスピードアップして飛んでくれるというのも鳩の体力作り、スピード感作りには有効じゃないかなと思ってます。今日10時から連合会のカップリングが行われます。これから道具を持参してカップリングに向かいたいと思います。ここはいつも持ち寄りで使っている東京競馬場の東側の駐車場です。これからカッピングをやるためにトラックの荷台に道具を出して準備を始めます。今日一番活躍している道具、発電機です。これがないとパソコンもアディスも動きません。今日一番活躍していただくのが多摩中央連合会の審査委員長佐久間さん。この方がいないとカップリング作業が進みません。それに合わせて皆さんで協力しながらカップリングのカップリングを行います。 BC のオス、はい、チップリング鳩番号を確認しながら登録を作業を行ってます。ここで間違えちゃうともう一度やり直しですからね。急ぐことよりも確実性の方が大事です。多摩中央のカップリングは鳩にチップリングをつけた形で持参しても OK ですし、チップリングに荷札をつけた形で持ってきていただいても OK です。その鳩に合った、その厩舎に合った管理方法で登録作業を行っています。鳩にチップリングをつけて持ってくるメリットは、自分の家へ帰ってから鳩につけるときに間違えてつけたりしますんで、そういう点を防ぐ意味でも鳩にチップリンをつけて持参した方が正確だと思ってます。最近生えちゃったんですけども、昔はここから皆さんたくさん放球をして最初の放球訓練だとよく言ってました。カップリング作業は2時間半ぐらいかかったんですけども、栗の木の木陰の下で弱い北風もあったし、無事終えることができました。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。